アレクシオス一世、コムネノス、1048年、1056年から1118年8月15日は、東ローマ帝国、コムネノス王朝の初代皇帝。マケドニア王朝断絶後に皇帝となったイサキオス一世、コムネノスの甥にあたる。24歳の若さで将軍となった。皇帝ミカエル7世の重帝、アンドロニコス・ドゥカスの娘エイレーレネーと結婚した。 十字軍を迎えるアレクシオス・ドゥーカス王朝支配下の頃の東ローマ帝国は内部では有力貴族の反乱が起こり外部からはセルジューク朝やノルマン人に東西から侵攻を受けまさに内憂外観の状態にあった特に小アジアは大半が奪われ首都コンスタンティノポリスの対岸にまでトルコ人が迫っていたこのような中で1081年アレクシオスは反乱を起こして 時の皇帝ニケホロス三世イボタネアテスを退位させ、自ら皇帝となった。彼の子孫である皇帝たちをコムネノス王朝と称する。即位後、アレクシオスは対外政策に力を注いだ。当時、11世紀半ばまで東ローマ帝国領であった南イタリアは、ノルマン人のロベルトイル・グイスカルドによって征服され、その勢力はバルカン半島にまで及んできていた。しかし、 アレクシオスは、ベネツィア共和国と同盟を結ぶことで、海の守りを固め、ロベルトのこのボエモンを屈服させ、ロベルトの熱病死によって撃退させることに成功した。しかし、この時の同盟の代償として、ベネツィアに関税特権などの様々な特権を与えたことが、後に帝国内の商工業者の衰退、東ローマ帝国とベネツィア共和国との対立等を、 真逆一因ともなってしまった。帝国の西方では、クマン族などの異民族による信仰もあったが、アレクシオス一世は、クマン族をはじめとする異民族の討伐にも乗り出して、帝国西部の領土打開を果たしている。また、東方のルームセルジューク長に対しては、これを打つために、ローマ教皇ウルバヌス二世に、傭兵の提供を要請した。ところが、これは、 第一回十字軍という思いもよらない事態を招いてしまった。1096年から開始されたこの十字軍遠征により、帝国は確かにイスラーム勢力の脅威から脱することはできたが、帝国領が十字軍遠征の通過地となった結果、十字軍の乱暴牢石や略奪によって逆に苦しめられてしまった。また内政面においては通過改革や 爵位の再編を行ったほか、有力貴族と皇族との間に婚姻関係を結ぶことで関係を強化した。いわゆる、コムネノス一門である。結果として1453年に帝国が滅亡するまで、すべての皇帝は、コムネノス家、トゥーカス家の血を引くこととなった。また、大土地所有貴族たちに、軍事力提供と引き換えに徴税権や土地を与える。 プロノイア製を導入し、強力な紙幣を抱える彼らの協力を得て、帝国の軍事力を強化した。これらの政策は、孫のマヌエル一世の代になると帝国を窮地に、落とし入れることになるが、ひとまず、アレクシオス一世の統治によって、再び安定の時代を迎えた。バシレオス二世の没後衰退する一方だった。帝国は、約100年の間衰退を食い止め、 東地中海の強国の座を奪回、維持することに成功したのである。1118年8月15日、コンスタンティノポリスで死去した。去年70、英霊ネードゥーカイナや他の人の間に、以下の子を設けた。ありがとうございます。